僕たちはいつも自分が誰なのかを探してる。ずっと閉じていた扉が開いたね。お兄さんのおかげでしょ。そうか、ちょうど怪盗団の戦力アップが必要だと思ってたんだ。悪くない取引なんじゃないか。三島君、学校の裏サイトの書き込み見せてくれたの。もしかして吉沢さんのことなのかな。この雰囲気、パレスなのか。何なんだここは。楽園、可能性はあるわね。どういうことだよ。危ない。アグネス、踊れ。メメントスは大衆の認知が融合した場所だ。構造だけじゃなく環境的な変化も当然起こる。ちょ、あれ、メメントスに人間。ご指摘ありがとう。タヌキじゃない、猫さん。迷うんじゃねえよ。いや、そこは迷うだろう、普通に。わしは大化マダラメだぞ。貴様らに見せてくれる。殺して見せて。戻るよ。残ったのは人々を救いたいって執念だけ。理解に苦しむよ。なんだよ、何も言わずに消えやがって。そんなの冗談でもひどいよ。逃げて逃げて、あなたにすがって。でも本当はずっと分かってた。私じゃダメなんです。誰も成し遂げたことのない世直しだものね。君が迷うことは僕への裏切りだ。ここで尻尾巻いて逃げ出したら余計に思うツボだろうがよ。てめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。ずっと考えてたんだ、あいつの言葉が正しいと思ったからなのかもって。それも僕の選んだ道だ。それがあなたが決めたことだというなら最後まで付き合うよ。ここまでとは。嘘だろ。やめて。ジョーカー、やめて。別れの挨拶にいらしたのですね。あなたの旅立ちを祝福させてください。